皆さんこんにちは、ピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して、日本の音楽界に影響を与えた国内国外の方々とのエピソードをお話ししております。ここは青山にあるスタインウェイジャパンのショールームからです。今日お話しする方はベラ・ゴルネスタエバ教授についてでございます。ロストコビチが JOC というかヤマハの JOC の子どもたちに非常に援助してくださっているというか、81年から国連総会議場での演奏会、それからケネディセンターでの演奏会、オーケストラを率いて演奏してくださったり、それから私が関与しただけでもイギリスのオールボル、オールデバルと書くんですけども、オルボル、オルバラとも日本語で言うようですけれども、ベンジャミン・ブリティンの、成果のあったところですね。そこに今はロストポビッチ・ミュージック・フェスティバルというふうになって、かつてはベンジャミン・ブリティン・フェスティバル、そこで地元のオーケストラと JOC の子供を呼んでやったりと。ことがありました、これはイギリスですね、フランスでは何か所かあるんですけど、エビアン、あの水のエビアンですね、あそこレマン湖の、麓ですけれども、そこでの、夏のフェスティバル、そこでも、スラバが、浄水をやってくださいました。それからもう一つは、当時はまだ東と西のドイツ分かれておりました。東独と西独ですね。ちょうど壁のところにシュプリンガーハウスという14階建てのビルがあります。アレックス・シュプリンガーという、社長会長でしょうか。リー・ヴェルディ、タイムスって言ったらいいでしょうかね、世界という意味ですけど、そういう、新聞を発行したり、大きな新聞社です。どこでも実はあの建物の中のホールで演奏をしたりしました。プリンガーは残念ながら統一をする前に亡くなりましたけど、当日思い出としては14階に彼の、執務室があるんですけど、そこへ立つと眼下というか、もう目の前に東独の街並みが見えるんですね。反対側は西ドイツ側、これはベルリンですから普通の感じなんですけど、当時の東独というのは壁の向こうは一つ灰色、それから車が何とも煙を出しているようなロシア製 のポンコツというと失礼ですけど、走ることは走るんですけど、何とも、チャチな車がある。それから歩いている人の色が、そういう感じなんですね。で、街全体がそうなっているし、ビルにはまだ絨毯の跡がいっぱい残っているし、この西側ともうすごい天国と地獄みたいな感じなんですね。シュプリンガー言ってました、これはもう私はもう自分の出版の使命として統一するまでは私はここにいるんだと、ということを言ってましたけど、最後その統一を見る前に彼はどうも亡くなったと、そういうような裏話あるんですけど、そこでも演奏会や、とうとう日本は当然ですけど、ロストポビチずっと何回も毎年のように来て指揮をしてくださるだけでなくって、ネムの里というところで子どもたちにマスタークラスをやってくださっていると。そのうちもう少し磨きをかけてあげると良くなるよと、こういうことになって、多くの音楽家が日本に入ってくると、スラバがどういうわけかマスタークラス、子どもたちにちょっと教えるというんで、来てくれるんですね。当時はヤマハの財団の本部というのは今目黒ですけれども、当時は恵比寿でした。恵比寿の駅前にありました。そこにスタジオとか渋谷のエピキラスっていう、ところとか、それからヤマハの銀座店の当時2階に、ちょっと小さなスタジオみたいな
まあ、ところがありまして、そのどこかに来てもらってこうマスタークラスというのは子どもたちのちょっと見てくださいということをやりました。中には例えばシャルル・ディドール、まあ、指揮者ですね、 N 教の常任指揮もやりました。当時はシャルル・ディドールさんは奥さんはちょっと、まあ、小太りというと失礼ですけど、パリ音楽院でのピアノ科の教授をやってたんですね。ですからお二人で来て興味深くこう子どもたちの演奏を聴きながら、奥さんの方はやっぱり言わなかったんですけど、シャルルの方は言ってましたね。大体皆さん同じこと言います。ポリフォニーをしっかり勉強しろと。ポリフォニーって対方って言ったり、あの単旋律それからこう対比していく旋律、ここは別のもんだということをしきりに言って、だからポリフォニーを勉強するとピアノも良くなる、音楽も良くなるよということを言ってました。これはロシアの作曲家でショスタコビッチとかプロコフィエフとかほど有名ではないですけど、論人シェチェトリン、これは知る人はよく知ってます。英語的に言うと論人シェドリンって言うんですけど、彼も何回も日本に来てマスタークラスをやってくださいました。これは、まあ、恵比寿の駅前の入り船っていう寿司屋の、目の前で、まあ、これ8月でしたけども、まあ、何回か来てくださって、で日本では面白いことをやったんですね。青山の劇場で、まあ、オペラではないですよ、オペレッタって言ったらいいでしょうかね、12月のニーナ、まあ、ニーナの森という表現もあったんですけど、まあ、正式には12月のニーナ、これはアメリカ人とロシア人と日本人の、まあ、テノールとかですね、それで、まあ、オペラ風な、まあ、僕に言わせるとオペレッタですね、ミュージカルでもないオペレッタですね。これを、まあまあ、何日か やられて、奥さんは有名なバレリーナです。これはスペインで、まあ、バレリーナやられた、ロシアのボルショイでもやられて、まあ、大変有名なバレリーナ、この論人シェドリンって言うんですけど、今に名前が出てきますから、素晴らしい、またピアニストです。これも本当に素晴らしいピアニストです。で、彼も同じこと言ってました、まあ、自分で弾いてあげて、まあ、ポリフォニーっていうことをしきりに、まあ、子どもたち分かったかどうか知りませんけど言ってました。まあ、ついでですけど、ロストロポビッチは、まあ、チェロなんですけど、彼もピアノうまいんです。実は奥さんのガリーナの伴奏なんかは全部やってますし、芸大に来た時はオーケストラの伴奏、まあ、ピアノで全部スコアやっちゃいますから、まあ、モスクワ音楽院ってそういう勉強をさせるんですかね。まあ、いずれにしても、スラバの場合は作曲をする場合には単旋律が音楽であるようにと。例えば G 線上のアリア、これ G 線だけで音楽になって、単旋律でもテーマを決めた時にもそこが音楽になる。もっと言うと一音が音楽でなければ音楽ではないとまで言ったんですね。で、確かに、まあ、彼 のチェロをお聴きになるとブワッって弾いただけで音楽を感じますよね。まあ、ピアノもそうです。ホロイツがポンと弾いたあの音はホロイツの音ですから、やっぱり音楽なんですね。ということを、まあ、子供というか若い音楽家にもう本当に真剣に言ってました。1986年ぐらいでしょうかね、今度はロストロさんが何と言うかというと、もうこれだけ才能のある子は日本にいっぱいいるから東京に少し来てもらって集中的にやるともっと磨きがかかると、こういう話になって、じゃあ何とかしようと。で、時々こうポンポンとこう来られるだけじゃなくって、継続的にまず来る人を考えないといけないと、ということになったんですね。で、私の方はこれは受け皿がいるなと、
ということで、実はこのタイミングっていうのは素晴らしいなと思ったんですけど、まあ、東京の日吉というところに、技術学校があったんですね。山の調律師を養成する学校、2年間の、泊まり込みでやると。それから関西にも調律学校があったんですね。それを浜松に統一しようと。でピアノアカデミーっていうところを作って、そこへ統一しようということになって、日吉の調律学校が開いたんですね。でこれを売りに出そうかって、こういう社内の話があったんで、私はまあ、これはそのためとは言えなかったんですけど、あの理事長川上源一、当時会長ですけど、に言って進言をして、あれまあヤマハでどっか売っちゃうんじゃなくて財団で買い取っていいですかと、研修会もいろんなの使えますからと。これは会長、自分とこのヤマハの資産が残るわけですから、ああいいよと、もう気楽にノーとは言わなかったですね。であとは社内的なあれによって、まあ、財団が買い取って、そこはなんと2年間住み込みですから、上には防音室がザーッとこうやって、まあ、ピアノがずっと並んで、それから1階は食堂があってホールもあるんですね。で日吉からまあバスに行くんですけど、まあ、そこを場所にして、何とかしようと。というんでシステム的には、あ、今もあると思うんですが、マスタークラスと称してヤマハマスタークラス、全国の、まあ、受容水の子どもを中心にして10人、ただ週に2回来てもらいますから、泊まり込みになりますから、まあ、ご両親にお会いして、これはあのそういうことなんで1年間お預かりしますけれども、もし無理であれば翌年はどうぞ遠慮していただいて結構ですと。毎年毎年オーディションする、あまりあれであればもうこちらから辞退してくださいとは言いにくいんですけど、まあ遠慮してもらうということで10人単位でやりました。小林健一郎先生なんかも来てくださって、そのうちロストロさんが88年の夏ぐらいですかね、モスクワ音楽院にベラ・ゴルネスタエヴァという教授がいると、この女性ですけど素晴らしいと。この人はお金っていうか、当時のソ連っていうのは日本に来たら演奏会やって小遣い稼ぎをする、レッスンをして小遣い稼ぎをするという人が多かったんですけども、ベラ先生は純粋に教育だということをトゥラバは言ってました。ベラ先生の、まず写真、ここ真ん中にいるのがベラ・ゴルネスタエヴァです、もう一人の外人がガリーナ・ビシネスカヤ、スラバの奥さんですね。これは同じ時ですけど、ロストロさんも遠くで見えると思います。川上理事長も頭の毛だけ見えるかもしれません。これからエピソードは面白いんですけど、88年の夏なんですが、スラバが山穴財団の専務理事室から電話をしてくれたんですね。モスクワに当時は日本から直通で入ったんです。今は通じなかったことあるんですかっていうぐらいに、今は世界中どこでも通じるんですけど、これは日本から入ったんですね。でベラ先生と直接話をした。ところがベラ先生は日本には電話できないんです。そういう時代なんですよ。でどうしたかというと、ここからが面白い。ベラ先生が、これ実質そのものです。向こうは一般の人はワープロなんかありませんから、もうこうやって、字書くしかないんですよね。これ住所、ヤマハの財団の最後は、まあ、ピーター鈴木ということになるんですけど、まあ、書き方も面白いですね。ヤマハコース東京、ワールドフェスティバル東京、なんとかヤマハって書いてあってね、彼女が必死に書かれた手紙、原文です。8月の3日と書いてありますね。必死に丁寧に書いてあります。読むことはちゃんとできます。この内容はですね、招待してくださってありがとうございますと、2日間ということで、まあ、聞いてるんだけど5日間でなくって8日間にしてくださいと。そうすれば8人の生徒を
4回ずつ2回マスタークラスができるんで、自分としては5日間で中途半端に終わらないで2回ずつみんなやってあげたいと、まあこういう教育的に熱心に言ってくださってるんですね。日にちとしては翌年の2月がいいですよと、これ90年の2月にしてくれませんかと、これいうようなことが実は書いてありました。電話したのは88年ですけど、これ89年。面白いのはここの一番最後に、ここに I have sent two copies of this letter, one from Moscow, the other from the USA. Please don't be surprised if you get two copies. 一枚はモスクワから、もう一枚は同じ手紙をニューヨークからあなたに送りますよと。もし2通ついちゃっても驚かないでくださいねと、こういう検閲時代ですから。で、何が起こったかというと、ニューヨークというのは彼女の、まあ、弟子、モスクワ音楽院の、まあ、これも優等生ですけど、セルゲイ・ババヤン君というピアニスト、もう今は大変有名なピアニスト、彼はどういう人かというと、クリーブランドで優勝して浜松の国際コンクールの第1回の優勝者です。それはまあベロ先生のお弟子さんと、彼宛てに送ったのを、まあ、ニューヨークで、実はそこのところもあるんですけど、8月22日にこれは高歩道地君という調律師ですけど、これがセルゲイ・ババヤン君のクリーブランドオーケストラってやったりしてますから、それで、まあ、クリーブランドでババヤン君から預かった手紙を転送いたしますと、これはもうファックスで送られますから、で中身は同じものですね。というんで結果的には2通つきました。さあ、それから今度はまあロストロフさんまた電話したりして、その次も実はあるんですね。今度はなんと89年10月10日付でちゃんとタイプしたんですね。ワープロっていうよりはタイプライター、まあこの中身で言うと、プラバが電話してきましたよと、90年の2月に受けてくださって8日間でお願いすることで大変結構と。でそこから詳しくビザの関係があるからここへ大使館に送ってください、それからまあ最初はチケットを送ってくださいというようなこと書いてあったんですけど、最終的には自分で買って日本で払い戻してもらえばいいですよと、ただビザの関係があるからここへやってくださいとか非常に細かく書いてあって、更新はここの通訳というか、これを打ってくださった人はある女性なんですけど、そこと鈴木さんは会話をしてくださいと、というようなことでロシア語の住所が全部書いてあって、もし手紙を出すようなことがあったらば英語的なローマ字じゃなくてロシア語で必ず書いてくださいよと、それじゃつかないかもしれませんよと、こういうことなんですけど、こうやって、まあ、90年は見えました。これが90年の2月ですね。さっきご覧に入れた写真です。多分私がベラ先生を日本に結果的に、まあ、招聘するというかの初めてじゃないかと思いますね。個人保証まで当時しなきゃいけないんで、法務大臣と思ってんでやりしました。このベラ先生とかロストボーヴィチとか論人シェチェトリンとかマクシムとか、これはね、ロシア人の凄さっていうのは、お金は、まあこれ初めて言うんですけど、お金のことは一切言わないんですね。で、お金を払った覚えないんですよ、私は。もちろん経費としてチケット、それから宿泊、食事等はしますけど、レッスン料っていうのはもちろん子供からももらってないし、我々から払ってないんですね。というんで、この純粋なね、音楽教育にかけるエネルギーというか使命というか、まあこれはロストロさんとある時にゆっくりウォッカを飲んで、なぜそうなのかというと式に言ってました。このレベルになるとどうしても次の世代のために音楽教育をやる時は
お金を考えてはできない。ただ自分が演奏するときはまたこれは別です。これはプロですから、まあキャミーというコロンビアアーティストマネジメントインクというニューヨークにあるマネジメント入ってますから、もう最低当時で4万ドル、400万円じゃないですよ、当時は280円とかですから800万円とかなんですよ。最低それだけは取らないといかないと。ただ今度教えるとなると無料、ここはね仕分けっていうかありましたね。ということでちょっと余談が長くなったんですけど、ベラ先生はその後、まあ、毎年のように来てくださって継続的に教えてくださって、例えば上原彩子さんはベラ先生のおかげで音大にも行かずにチャイコフスキー国際コンクールを、まあ、優勝して、まあ、これよくご存知の通りです、まあ、そういう成果が出てきている、まあ、これはロストロボヴィチがしきりに言っていた、我々は亡くなった後成果が出るような教育をするというのが使命なんだということを言ってましたから、ベラ先生も今はもう亡くなりましたけれども、やっぱり成果が出てきている。セルゲイ・ババヤ君だけじゃなくて、まあ、日本人でいうと三浦さんとか、まあ、何人もいるんですけど、50人ぐらいは国際コンクールで優勝入賞した人たちを育てられて、それで2015年だったんですかね、惜しくも亡くなられました。まあそれが日本のロシアン奏法というかですね、教育の凄さを見せつけられた方だと思います。ということで今日はベラ・ゴルネスタエヴァ先生についてお話をいたしました。ありがとうございます。